では次に、電子伝達系という反応に行きましょう。で、電子伝達系というのは、単独でその反応が存在するわけではなくて、今勉強した回答系やクエン酸回路が関係しているんです。特に回答系クエン酸回路では NA、NAD プラスや、ね、FAD といった歩行素が登場して、それぞれが還元されるというお話がありました。実はこれが電子伝達系と関係しているんです。 で、こちらの図を使って説明しますが、解凍系やクエン酸回路では、それぞれで ATP が生じているんだけど、その反応途中で、NAD プラスや FAD が還元される反応が起こってますよと。で、前回の授業でも言いましたが、酸化と還元っていうのは同時に起こるわけです。だから、還元が起こってるっていうことは、酸化も起こるわけですよ。 つまり、今、還元された歩行素というのが酸化される反応が必要になるわけです。それが、電子伝達系なんですね。なので、電子伝達系というのは、還元された歩行素が酸化される反応なんです。で、この時に酸素が消費され、水が生じるっていう話があるんですけど、この反応において、 グルコース1分子あたり最大で34分子の ATP が作れるというお話なんです。じゃあどうやって電子伝達系で ATP を作っているのかというのを今から詳しく勉強していきましょう。で、今こちらにミトコンドリアの内膜を拡大した図を書きました。この部分が内膜で、で、上の領域はそれよりも内側、ミトコンドリアのマトリックス。そして下側は外膜と内膜の間、つまり膜管を示していることになります。 で、このミトコンドリアの内膜には様々な分子が埋め込まれていて、で特にこのキノコのような形をしているのが ATP 合成酵素という酵素になります。でこの ATP 合成酵素で文字通り ATP が作られるんですけど、こいつが働くには実は条件があるんですで。それどんな条件かっていうと、この内膜を挟んで水素イオンの濃度勾配ができていることなんです。なので、膜管の方で水素イオン濃度が高く、 それに対して、マトリックスの方で水素イオン濃度が低いという状況ができて、初めて、この ATP 合成酵素っていうのが働くんです。で、水素イオンがこの濃度勾配に従って、濃度が高い方から低い方に移動すると、この時に ATP 合成酵素でエネルギーが生じ、で、そのエネルギーを利用して、ATP が作られるんだぞっていう話になります。 だから、この膜管というのがダムだと思ってください。ダムから水が放出されると、そのね、放出される水を使ってタービンをぐるぐるって回し、発電が起こるって話聞いたことありますか同じように膜管がダムとして働いて、今回は水素イオンのダムですね。水素イオンをために溜めて、で、それが放出されると、その時にね、このタービンが回って、そしてエネルギーが生じる。 それによって ATP が作られるんだぞっていうイメージになります。ということは、ね、今度はこの濃度勾配をどうやって作ったのかっていう話を考えなければいけないわけです。結論から言うと、ここに書いた、ね、丸いタンパク質が水素イオンを運ぶポンプとして働いてるんですよ。で、マトリックス側にある水素イオンをどんどん、そのポンプによって膜管の方に移し、 のの方ででは水素イオンの濃度が高くななるんですす。っていう話になります今、このそれぞれの分子がポンプとして働くということはエネルギーが必要になりますよね。えつまり、こっちで起こっている輸送は H プラスの濃度輸送なんです。じゃあ、そのエネルギーがどこから生じるのかっていうのをこれから説明していきます。まず、今ここに並んでいる分子というのは H プラスを輸送する以外に電子の受け渡しを行っている物質なんです。 で、この内膜の分子を電子がこうやって移動していくとエネルギーが生じて、そのエネルギーで水素イオンを動かしてるんですね。じゃあそもそもこの電子はどこからやってきたんですかっていう話になるんだけど、解糖系やクエン酸回路で生じた NADH とか FADH2 というものがありましたよね。実はこのね NADH や FADH2 というのは、この内膜上の分子と接触した時に、 この分子に電子を奪われるんですね。で、内膜はその奪った電子を隣の分子に渡し、渡すことで、このね、電子の流れを作っています。で、電子がこの分子間を移動していくとエネルギーが生じて、で、そのエネルギーを使って H プラスの輸送をしていますよっていう話になります。この時、NADH や FADH2 が電子を奪われると、 それぞれ NAD NA プラス FAD に戻ります。で、この内膜上を流れている電子というのは、最後、酸素に、ね、渡されて、この電子が酸素に渡されて、最後水という形になります。結局、この反応というのは NADH や FADH2 が NAD NA プラス FAD になり、えつまり、 酸化されることによって、このね、電子伝達系という反応が動いてるんですね。で、水素イオンの濃度勾配を作り、すると水素イオンが ATP 合成酵素を通って、で、その時に生じるエネルギーで ATP 作ってますっていう反応になります。ここはね、少し難しいお話かと思いますので、復習の時にこちらの図を見てね、流れをよく確認してもらえたらと思います。では、文章で電子伝達系のお話を確認していきましょう。 解糖系及びクエン酸回路で生じた NADH や FADH2 はミトコンドリアの内膜で酸化されて電子が電子伝達系という反応系に渡されますミトコンドリアの内膜には複数の分子が埋め込まれており電子伝達系に渡された電子はこれらの分子に次々に受け渡されていきますよと電子が伝達していくとエネルギーが生じ 各分子はこのエネルギーを利用して水素イオンを動かしているわけですよと。で、この時ね、水素イオンがどっちからどっちに動かされてるんですかってよく聞かれるので、えー、ここ気をつけておいてください。はい、そのね、エネルギーを使った水素イオンの輸送は、ミトコンドリアのマトリックス側から膜管側に運ばれると。で、その結果、水素イオンの濃度勾配が作られるんですねという話になります。 で、今、H プラスの濃度勾配ができたところで、その濃度勾配に従って、水素イオンは ATP 合成酵素を通り、膜管の方からマトリックスの方に移動しますよと。これはね、さっきの向きと逆向きになっています。で、その後、水素イオンが ATP 合成酵素を通る際に放出されるエネルギーを利用して、ADP とリン酸が結合し、グルコース1分子あたり最大で34分子の ATP ができます。 で、最後、今回のお話のポイントになるわけなんですけど、電子伝達系における ATP 合成というのは、NADH や FADH2 が酸化される、ね、酸化される反応を利用しているんです。このような ATP の作り方を、酸化的リン酸化というので覚えておいてください。そして、電子伝達系を流れている電子は、最後、酸素に渡されて、水が 生じますよっていう話で、このお話は完結します。では最後に、裏テーマの解説をしたいと思います。裏テーマは、生産狩りでなぜ人が死ぬのかっていう話だったんですけど、それが今回の電子伝達系に関係しているんです。特に電子伝達系を構成する分子のうち、この最後、電子を酸素にね、受け渡している分子、この分子を、シトクロムオキシダーゼと言います。で、実は、生産狩りというのは、 このシトクロムオキシダーゼに作用して、酸素との反応を妨げてしまうんですね。だから、生産カリがこのシトクロムオキシダーゼの反応を邪魔してしまうと、ね、電子がここで止まってしまうんですよ。そうすると、今電子のね、渋滞が起こってしまうんですね。今電子がここで止まるってことは、その前の電子が動けない。そしてその前の電子も動けないということになってしまって、 で、結局、電子の流れがなくなってしまう。そうすると、水素イオンのね、えー、輸送ができなくなってしまうから、水素イオンの濃度勾配が作れない。すると、最終的に、ね、水素イオンの濃度勾配が消滅してしまえば、この ATP 合成酵素は働きませんので、だから ATP が作れずに、体に様々な障害が生じてしまう。そして、最終的には死に至るってことに、えー、なるわけです。で、実は、 今、裏テーマとして解説しましたが、これが、その入試のテーマとして出てきている場合もあります。まあもちろんね、その生産仮理というのが知識として聞かれるわけではないんですけど、この電子伝達系を阻害する物質が、みたいな話で出てきたりするんです。で、その時に、きちんとね、覚えておいてほしいことは、このね、電子の流れが止まると、結果的に ATP は作れないんですよっていうお話になります。 ですので、呼吸のね、全体像をしっかりとつかめたら、最後にね、えー、裏テーマの話もしっかりとね、復習してもらえたらと思います。では、今回の内容は以上です。お疲れ様でした。